本当に女を犯してる。あの男本当に犯されてるんだ。あの女本物だ。本物の強姦だ。あいつけだものみたいにやってやがる。本当に肉と肉とのギリギリのところでやってるんだ。あの野郎すげえいい気持ちだろうな。そう、俺だってやりたい。俺だってあんな風に女を犯したい。欲しい女が欲しい。女が欲しくてたまらない。女を手に入れたい。抱きたい。女を抱きたい。ゴムみたいに柔らかい女の体をぎゅっと強く抱きしめたい。こんなに俺の欲望をそる女って一体何なんだろう。女白くて柔らかい甘い香りのする女の肌、思ってみただけでもよだれが出る。そいつを俺のものにしたい。くすぐったいわよ。え、何をしたよ俺。だって今、いや、何してたこの野郎。あっちへ行け。なんだ君たちか。あらやだ、山崎くんじゃない。山崎、驚いたな。君たちってずいぶんそういうことしてるんだね。でも山崎くんだって
覗き見なんてわりかし悪趣味なことやってんじゃない。おいちょっと来いよ。あの若林ってすごい手口なぞ。俺参っちゃったよ。お前にもやらしてやろうか。お前まだ女を知らないんだろ。ちょうどいいチャンスじゃないかよ。あいつなら絶対オーケーするに決まってるよ。なんせまだ物足りないらしいからな。いいよ遠慮しとくよ。俺そんな気分じゃないんだ。無理すんなよ。やりたいくせに欲求不満なんだろ。余計なお世話だ。じゃあしょうがないな。勝手にマスでも帰ってくれよ。無性に女が抱きたい。もう我慢できない。誰でもいいから女をひんむいてぎゅうぎゅう言わせなければすまない。俺だって本気でやれば女の一人や二人犯せるはずだ。そうだ、女を犯してやる。何を失礼ね。すいません。それにしてもこの俺は何もできない。ターゲット、あいつらだけがいい目をしてるなんておかしい。どうして俺は女が抱けないんだろう。昔みたいに赤線とかなんとかそういうのがあればこんなに悩むことはないはずだ。陰梅だろうが何だろうがそれで欲求不満は解消する。今はちょっとや外では女を買うこともできない。考えてみると今の世の中は欲望を刺激するものばかりでそれを満たす酒口ときたら全然ないんだ。
from the point of view of the interests of either of these powerful groups, had nothing to recommend them. I was convinced by the arguments of Wolf, and I heartily approved of Wilson when he said there was such a thing as nations beings too proud to fight, as later I approved of Charles Byrd when he insisted at the beginning of the Second War that we had better let Europe alone and set our own house in order. The Germany of Hitler, to be sure, seemed more threatening than that of the Kaiser, but I believe that there would have been no Hitler if there had been no Treaty of Versailles, and that the stalemate to which the Allies and the Central Powers would certainly have been brought if we had not intervened would have averted so disastrous a settlement, and I now doubted whether any liberties which Europe herself could not defend were worth their cost in American life. So I remain still an isolationist, unmoved by the peace of the British. I was a regular reader during the first of these... はい、そこまで。次、山崎君。山崎君、どうかしたんですか？え？別にどうもしません。だったら次を。はい。どこ？American Liberal Weekly found in 1914 and in the 20s I began to write for it and eventually became one of its editors. In the early days...若林春雄に屋上で待っててと言われた時は正直言って驚いたな。女の子にあんな風に言われたのは初めてだからな。でもそれにしても遅いな。こんなに待たせるなんて。もしかしたら俺騙されてんのかもしれない。からかわれてんのかな。腹が立つな。大体若林春雄みたいなタイプの女、誰とでも寝る公衆便所は不潔な感じがして本当は嫌いなんだ。ごめんなさい、遅くなっちゃって。ずいぶん待った？そんなでもないよ。あ、よかった。私山崎君が怒ってんじゃないかってずいぶん心配しちゃった。で、用って何？あのね、ゆうべのこと黙っててくれない？その代わり山崎君が欲しいって言ったナイフをあげるわ。ほら、うちのパパが使ってたすごいやつよ。この前話したら欲しいって言ってたじゃない。本当にナイフをくれる？うん。もう来ないかと思ったよ。怒らない怒らない。はい、約束のもの。なんだ、錆びてる。がっかりだな。これじゃあ使い物になるかどうか。バカね、山崎君ったら。錆びてたってナイフはナイフよ。ちゃんと研げばいいのよ。きっとよく切れるようになるわ。そうかな。なんなら私が研いできてあげよっか。いいよ、自分でやるからいいよ。ねえ、ナイフだけでいいの？ええ。口止め料がナイフだけなんて安すぎると思わない？だったらナイフを見るのはそれくらいでいいでしょ。ねえ、山崎君、私を見て。
ねえ山崎くん、どうしたの山崎くん。そうじゃないけど、なんかさ、あの山崎くん初めてなんでしょ。それで怖がってんのね。かわいいわ。私がちゃんと教えてあげるわ。本当にいいの？なんだか夢みたいな話だな。とぼけたこと言うのね、山崎くんったら。好きよ。山崎くん、私のことどう思ってんの？好きよ山崎くん。きつく抱いてよ。ねえ、私のこと好き？なんとか言ってよ。だってこんなこと。若林さんって噂には聞いてたけど、本当にすごいんだね。そんなことないわ。これで普通なんだと思う。山崎君が産むだなけよ。僕参っちゃったよ。そんなことどうでもいいじゃない。ナイフを持ったら急に、なんだか自分が強くなったような気がしてきた。これでもう何だってできる。ナイフに夢中になっていく俺、ナイフの魅力の虜になっていく俺、怖いような気もするけど、今までよりずっとたくましくなっているのは確かだ。
俺はナイフを持ってるんだ。いいな、やっぱりすごい。夏目さゆりは同じ英文科の女の子で前から好きだった。土曜日の午後、彼女も授業がないのを知っていたから思い切ってデートに誘った。ごめんね、いきなりキスしたりして。驚いたわ。だって山崎君ってこんなことする人じゃないと思ってたんだもの。ごめんよ。でもずっと前から君が好きだったんだ。それにキスぐらい構わないじゃない。でも私んちお母さんがいたもの。ねえ、もう少し行ってみないか。遅くなると叱られるの。平気さ、ほんのちょっと散歩するだけだから。僕が家までちゃんと送ってあげるし、心配ないよ。ねえ、行こうよ。いいじゃないか。許してよ。ねえ、山崎くん、許してよ、お願いだから。本当にやめて。いいじゃない。よして、やよ、やいやいや。ねえ、さゆりちゃん。今日はよしてよ。今度の時にして。今度っていつだ。やめてよ。ねえ、本当よ。お願いだから今日はよして。赤ちゃんでいたら困るじゃない。やめてよ。大丈夫、赤ちゃんなんかできやしないよ。よしてよ。いやこんなところじゃ嫌よ。しょうがないよ。だって俺もう我慢できないんだから。どうしてよ。だって私バージンなのよ。やめてよ。今だけバージンなのよ。本当にやめて、困るんだもの。怖いよ。いや、やめて。よして、ごめんね。ごめんね。どうしたんだよ、おい。そんな不機嫌な声しないでくれよ、さゆりちゃん。別に俺のこと嫌いじゃないんだろ。だったらいいじゃない。それに同じ英文科なんだし、これからも僕と仲良くしてくれよな。なあ、ふてくされるのもいい加減にしろよ。セックスなんて大したことじゃないだろ。おい、なんとか言ってくれよ。ねえ、口を聞いてくれよ、頼むからさ。
チェ、頭にきちゃうな。俺がこれだけ頼んでるんだぜ。うんとかすうとか言ったらどうなんだよ。ちくしょう。お互い泊まりやがって。おい、おい、なんとか返事しろよ。本当は良かったんだろう。とってもな。え、どうなんだよ。何がおかしいんだよ。だってだってなんだ。だってちっとも面白くなかったんだもの。あんなもんなの、山崎くんって。こいつ俺のことを舐めや。やっちまった。やっぱり俺本当にやっちゃったんだな。
眩しいな。ああ、お姉さんいたの。誰なの。お姉さんよ。交換したいんだったら私こんな風にしないで、処女のふりして犯されたんやってもいいわよ。いいよ。でもお姉さんが。大丈夫よ、眠ってるから。待ってるから今日のところはずらかもし広志君にまだ戦う気があるならそのうちまた会おうぜ。それからあんたの犯罪が新聞に出るの楽しみにして待ってるよ翔子。なんだいバカにしやがって。だけど俺喋っちゃったのかな。あのことまさかそんなはずないと思うけど分かんないな。もしかしたら殺したんだって夢かもしれないし。寒いな。ねえ、入れてくれよお姉さん。僕寒くって。いいわ、どうぞ。あれ、お姉さん裸？何にも着ないで寝てんの？そうよ。いつもそうなの。ねえ。いいの？決まってるじゃん。早くしてよ。
いいでしょ。へえ、寂しいよ。何だらしないこと言ってんのよ。男の子なら男の子らしくしっかりしなさいよ。翔子の時もやっぱりそうだったけど、あんまりいい感じじゃないな。女を抱くってことはこんなつまらないわけはない。春代との時はともかくとしても、さゆりをやった時はもっとずっとよかったのに。さゆりの時は犯しながらやったからよかったんだろうか。それにあの時は最後には殺してしまったんだからな。やっぱり本当の快楽を得るためには殺さないとダメなのかな。そうだ、殺すんだ。殺さなきゃダメなんだ。殺す、殺してやる女なんか。悔しいけれどナイフがないと俺は何にもできない。ナイフ、ナイフさえあれば。いや、ほら、よせるの。負けるもんか。ほら、いや、話だ。あいつらいつもああやって二人して男一人を殴り物にしてんのかな。頭にくる。黙って入ってきたりして。だって鍵が開いてたんだもん。
誰だよこいつ。ひろし君よ。見てくれはおとなしそうだけど、わりかしすごいのよ。へえ、どんなふうにすごいの。とにかくあんたなんかよりずっと強いわ。何おかしいんだお姉さん。どんなふうにすごいのか見せてくれないか。よせよ。本気だぜ俺。なぜだ。理由なんかない。ただやりたいからやるんだ。よせよ。よせよ。本当に理由なんかない。強いて言えば女たちに可愛がってもらったんで俺を返しただけだ。大体翔子みたいな女は好きじゃない。電ラッシュアワーの痴漢常習犯、高校生の首切り、アパートの人妻殺しか。みんなやってるんだ。何も俺一人じゃない。Oh!
か来て、誰か来て、お母さん、来た、いや、いや、あ、あ、あ、いや、あ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 、いやいやいや、いや、いや、ほら押さえろ。勝手なことしよって。まあ怒りなさんな、お兄さん。さあどうぞ。お前らもうやっちゃったのか。ええ、結構でした。さあどうぞ。お兄さん、早くどうぞ。取ったの？どうしたの？早くやってよ、ほら。見せてもらいますよ、お兄さん。ほらほら。何やってんの？あいつは陰部じゃないのか？え？おい、一歩お兄ちゃん頑張れよ。ほら頑張って。あおい、逃げられたあいつバカだな。残念でした。残念でした。おい、どうしたんだよ。おできないのかよ。何を貴様ら、人をバカにしやがって。おい、降りてこい。おう、降りて行ってやるわ。貴様ら、俺のことを笑ったな。なんだよ、笑ってどこが悪いんだよ。何もいっぺん言ってみろ。笑うのは俺たちの勝手だろ。なんでどうしたんだよ。おい、こんなもがすことできないくせに。すまら、俺を怒らせると後で後悔するぞ。いたいちだよ。むしろやるじゃねえかよ。やってるじゃねえかよ。本当にやんのか。おい、一回でもやってる。よし、まあ、なろう。バカ野郎、クソ、先上がったなろう。待て、やめろ。殺してやる。やめろ、やめろ。やめろ。人をバカにしやがって。やめろこの野郎。やめろ。やめろ。しかし夏目さゆりの事件には驚かされたな。ああ、あんな子がな。何、夏目さんがどうかしたの？お前知らないの？殺されたんだぜ。ナイフかなんかズタズタに切られてさ、土の中に埋められてたんだ。本当かよ。俺ここのところ新聞読んでないから全然知らなかったよ。一昨日午前中に発見されて夕刊に出たんだ。もっともあの日は新宿で女二人と男一人が一緒にやられた事件があったから、そんなにでっかくは使えなかったけどな。それで犯人は？それが全然見当がついてないらしいよ。一緒に犯人のものらしい血のついたシャツなんか出てきたらしいけど、何しろな。そういえばあの死体の埋めたあった場所、確か山崎の下宿の近くだったみたい。じゃあ山崎は犯人ってことも考えられんこともないな。お前あの子に気があったろ。冗談はよせよ。こいつにそんな大それたことできるわけないじゃないか。それもそうだな。随分見くびられてんだな俺。その新宿の事件というのと同一犯人とは考えられないの？ありっこないよ絶対。新宿の方の被害者は風天かなんかだぜ。それとあんな真面目な優等生の夏目さゆりとの両方に関係のあるやつなんてまずいないさ。だけど通り魔みたいんだったら。夏目さゆりの方はそうかもしれないけど、新宿の方はな。うん、あっちは怨恨だって書いてあったよ。それにやられた女たちはなんとひどい女だったらしいから。通り魔って言えば最近また出てるらしいじゃないか、自転車に乗ったやつがさ。
それとは別に昨日だけ高校生が二人やられた。学校のやつら俺のやったことを随分熱心に話していたな。あいつらだって本当はやりたいんだ、本当にやる勇気がないんだ。何を怖がってるんだろうあいつら。捕まるのが怖いのか。いや、もっと何かがある。人間にやりたいことをやらせないもの、人間を縛っているもの、それは一体何だ。わからない。だけどやらずにはいられないんだ。本当は、本当は俺ただ女が欲しいだけのはずなんだけど、それなのになんで人殺しなんかしてしまうんだろう。何が俺をそんなことに駆り立てるのか。結局このナイフを持ってるからいけないんだろう。ナイフがなきゃあんなことするはずないんだから。もともと俺にナイフをくれたりした女がいけないんだ。俺が悪いんじゃない。若林春よ、そうだ、あいつを呼び出して決着をつけてやる。何を急に呼び出したりして。何すんのよ。気でも違ったのよ、マザック。いや、話して。やめてよ、何すんのよ。いやよ、こんなことで呼び出したの。ひどいわよ、マザック。いやよ。痛いわよ。いやよ。やめてよ。いやいや、ひどいわ山崎くん。いや、話してよ。やめてお願い。あたしが何したのよ。ひどいわ。いやよ。やめてよ。ひどいわよ、山崎君。こんなことってないわよ。何すんの、ほんと。やめてちょうだい。許して。いやよ、こんなとこ。ねえ、山崎君、お願い。下宿行きましょう。ねえ、山崎君、許して。こんなとこ嫌よ。嫌なの。どういうつもりなのよ。ねえ、なんとか言ってよ。
この縄を解いて。何すんのよ山崎君、気でも違ったの。嫌なんだ、ムカムカしてくるんだお前みたいな女。ダメよそんな無茶しちゃ。ねえ山崎君、気を確かによく考えてみて。あんたは前途なる真面目な学生じゃない。こんなことしたら一生が台無しになるわ。落ち着いてちょうだい。ねえ今自分が何をしようとしているか分かってんの？ふざけた生き方してる割には固いこと言うじゃないか。結局とか何とか言ったってダメなんだな。あんた今自分の一生めちゃめちゃにしようとしてんのよ。あいにくだけど俺もうこんなこと何度もやってるんだぜ。夏目さゆりだって何だってみんな俺がやったんだ。こんなことってないわ。秀才のあんたが、あんなにおとなしいあんたがそんなことするはずないわ。ねえ山崎君、冗談なんでしょ。一体何が不満なのよ。お金、お金ならパパに頼んでいくらでも出してあげるから助けて。殺さないでちょうだい。死ぬのはやっぱりおっかないか。怖いわ、とっても怖いわ。だから命だけは助けてよ。そんなに生きたいのか。どんなことでもするから生かしておいてちょうだい。ダメだ、生かしておくわけにはいかない。死ぬ。